衝撃的な事件が起きて、なんかちょっとこう喪に服するのかなと思ったら、多少は安倍さんをなんかすごい攻撃してた人たち、最初はそうでしたよね、ちょっとそんな感じだったのに、統一教会の話が出てきてからまたなんか火にガソリンをくべたみたいな感じになって、やっぱり安倍は悪者だったみたいな、悪者だったみたいなことでダーってやってるじゃないですか。やっぱり人間なくなっちゃうとダメですね、力を、求心力ってものをやっぱ失って、みんなの関心って今までそういうなんか政治と宗教怪しいねっていう、そういうことに関心があったから、こういうネタになってくると非常にみんながこう強い関心を示すっていう、そういう傾向がある。でもこれはちょっと僕は何の利害関係もないけど、結構またなんか新しい森友問題みたいな出てきたなみたいな、もうそういう文脈になりつつありますもんね。ああそうそうそう、もうずっと盛りかけ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 ってずっと言ってたじゃないですか、今度は統一教会かみたいな。でね、やっぱりね、テレビ局とかの中にもそういう審判が多いんですよね、特に TBS とか多いんで、はいはい、私の高校の同級生の金平君とかね、ああ、報道特集そう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 ですね、だからそういう人たちがやっぱりそっち寄りに持ってきたいんですよね、結構だからそういう風な感じになっていくのかなっていう。